資源エネルギー庁によりますと、今月3日時点のレギュラーガソリンの全国平均価格は前の週に比べて30銭値上がりし、1リットル当たり152円10銭となりました。値上がりは7週ぶりで、5月末から15週連続で150円を上回っています。原油価格の値上がりを石油元売り各社が卸価格に反映したため、高値での膠着状態が続いています。石油情報センターでは来週も値上がりを予想しています。